はい、はい、エミューの神話です。はい、何これ？防獣ライトがつきました。なんで？そこに保管してあった餌を荒らされたんですよね。あと餌箱からもなんかめっちゃこぼれてて、へえ、多分なんか荒らしに来てエミューちゃん怖がっちゃう。嵐が人か、よいしょ、嵐が来たんですね。そうで、来ないように防獣ライトをつけました。よいしょ。これさ、毎回思うんだけどさ、一部分だけさ、金網ちょん切ってさ、こいつのホースあっちに投げてくれてない？あー、そうだね。だってこのホースってここにしか使わないでしょ、特には。どうだろう。たまに、あ、ごめんって。水を変えましょうか。水はちょっと来たね。うん、でも決して雨水が溜まってるわけじゃない。汚れているということは飲んでくれているということか。そうだね、小松菜全然食ってない。この大きさだと多分食べれないんだよね。なるほど、手渡しであげるチャンスじゃないか。でも葉っぱがついてないと食べてくれないんだよな。え、そう？食べてくれるよ。本当？じゃがりこみたい。そうそうそう。お、草ぼうぼう、何がいてもおかしくない。ほら、二人とも仲良くなっちゃって、人間と仲良くなろうよ。ほら、またこのさ、L 字のノードにさ、ずっといるんけど。見えない。ほら、体調悪いのか。大丈夫？エミューの生態がよくわかりませんね。真っ黄色な糞はさ、うん、消化できてる。消化不良。あと、まあ、緑っぽい糞もするけれど、小松菜がそのまま出てるのかなって思っちゃうね。うん、あら、今日も落ち着かない。お昼には落ち着いてくれ。昨日もこんな感じですか？そうだった。うん、何が原因なんだろう。え、多分周囲の環境じゃないか。こんなうるさいかな。まああれか、死体。死体？ダチョウのさ、死んじゃったやつを運ぶ時の音とかかな。そっか、そうだね。ぐらい。工事で知らない人が来る。軽トラ？軽トラは慣れた。毎回通ってたもんね。まあでもまだ気が浅いから、ちょっと違うことがあるとすぐ。警戒モードに入ってしまうんだろうな。日が浅い。もう2ヶ月経つ。おーい、2ヶ月？ 1 ヶ月じゃん。え？だって5月の15とかでしょ。でしょ。うん、1ヶ月じゃん。1ヶ月か。うん、1ヶ月経ったんだよ、お前たち。小学1年生だって1ヶ月経ったらもうみんなも仲良しだよ。まあね、お家からいつから飼ってたんだろうね、並木屋さん、うん、この子たちが何歳の時から。ひなかは育ててたらさ、うん、家族に捨てられたって思う。そうそうそう、捨て
てられたというか、なんか突然誘拐されてっていう心境だろうね。ナチかわいそう。あまりね、ダメだった。どうも、エミーちゃんはダメでした。悲しいね。斜め越しでも逃げてきた。イージちゃん、はい、ダメっぽいです。ということで、朝のエミューちゃんでした。